お疲れ様さ。ということで始まりましたコズの趣味部屋。はい、今回はねこちら、はい、届きました。これはねプレミアムバンダイで、ね、ガチャガチャをしました。はい、それがね本日ようやく届いたのでね、そちらをご紹介したいと思います。はい、こちらですね、呪術廻戦チビマスターズ。はい、これ全3種なんですけれどもね、これが1回800円だったかな。うん、高いんですよこれ。はい、でラインナップを見てみましょう。でラインナップがねこうなってますね。はい、イタドリで伏黒で五条悟。はい、というね3つのラインナップなんですよ。全3種なんでね。はい、なので簡単に揃うだろうなと思ってね、まあ1回800円だし、ね、全3種でストレートに行っても2400円かかっちゃうんですよ。まあ自分はね五条推しなんで、五条悟が出た時点でやめると思ってね、まあ一発で出れば一発でやめるはずだったんですけれども、結局出た順に紹介しますね。はい、イタドリで伏黒、伏黒、伏黒で五条先生。はい、といった感じでね5回回しちゃいました。出るまでやめらんなくなっちゃってね、はい、結局5回もやっちゃいましたね。5橋10 4000円かかりました。いやー参ったね。はい、まあ、ということでね早速ですが、開封してね組み立てちゃいたいと思います。一応パーツ構成はね支柱ですね、補助パーツに、台座で本体にヘッドパーツ、こういう感じですね。はい、では早速ね全部組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね板取りから見ていきましょう。こちら、はい、いやこれ何気にね大きいんだね、うん、思ったより大きい。まあね見た目悪くはないんですけれどもね、うん、ディフォルメ感がねよく出てますね、うん、まあ800円だけの価値はあるかなっていう感じですね、うん、伏黒、はい、こちら、はい、伏黒なんですけれどもね、最初ね画像で見た時はね全然なんか似てないと思ったんですけれどもね、まあ実物はちょっとね修正されたのかなっていう感じで、うん、悪くはないですね。画像で見た時よりは全然実物の方がいいって思いました。はい、このツンツンヘアもね再現されてますね、うん、はい、はい、で続いて五条先生、こちら、五条先生に至っては、もうちょっと惜しいなっていう感じはありますね。目かな、目をねもうちょっと見開いた感じにしてほしかったかなっていうのがありますね。
ってほしいな。まあ、でも全体的なものからしたらやっぱ画像よりはいい感じですね、うん、なんか画像がね思ったよりあんま良くなかったんですよね。だから実際どうなんだろうと思って、でもなんだろうね、やっぱ実物を手に取ってみるとやっぱいい実物の方がいい、はい、うん、はい、といったね呪術廻戦のチビマスターズなんですけれども、これはシリーズ化するんでしょうかね、うん、できればね五条先生のポーズ違いでもう一回出してほしいね。でも次は別のキャラだろうね、うん、釘崎がまずいないしね、メインメンバーも、はい、あと2年メンバーね、うん、そこら辺が多分出てくるんでしょうね。ナナミンとかもいるし、はい、だから五条先生のポーズ違いはまだ先になっちゃうかな、うん、まあ、そもそもシリーズ化するかどうかですけれどもね、はい、という感じでね、あとねちょっとお知らせというかね、ことぶき屋から出るね、アート FX ですかね。あちらのね、五条先生、ついに予約始まりましたね。あれ、最高にいいんじゃないですかね。自分の大好きなね、挙式紫を放っている時のポーズ。いや、これ最高なんじゃないかなと思うんだよね。速攻で予約しましたよ。まあ、ことぶき屋限定と通常量販店販売のね、2種類あるんですけれども、ことぶき屋限定だとね、目隠しヘッドパーツがつくっていうことでね、私はことぶき屋の方で予約しました。はい。まあ、その分ね、定価販売なんですけれども、まあ、普通の量販店だと、まあ、割引、とかになってね安くはなってるんですけれども、まあ、ことぶき屋は限定品なのでね定価販売ということで、まあそこだよね、うん、安い方を取るか、うん、やっぱおまけパーツがついてて高い方を取るかどっちかになると思いますけれども、まあね五条推しの私からしてみれば一択しかなかったですけれどもね、はい、ことぶき屋限定ということで、という感じでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後はね、恒例の回転台座にて回してお別れしたいと思います。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。